歩ける限りゴルフを楽しみましょう。ゴルフ道場ハゲ、パーシモンハゲでございます。今回はですね、私のチャンネルを見てくださってる視聴者さんから嬉しい報告がありまして、まずそれをご紹介したいと思います。もちろんね、その視聴者さんには許可をいただいておりまして、ご紹介に至りました。まずそのコメントなんですが、いつも動画配信楽しみにしております。先日 YouTube ライブで90切りしたいとコメントしていたものです。今日のラウンドで46、41の87で回ることができました。パーシモンさんの動画を見て、ドライバーのハーフスイングの練習を取り入れたこと、コースではドライバー振り切るのをやめて当てて終わるくらいのイメージでスライス玉を打っていたら OB も1回で済みました。200ヤードから220ヤードをしっかりフェアウェイに置けると2打目がこんなにも楽に打てるんだと改めて実感できました。これからもパーシモンさんの動画を見て80代前半を目指して頑張ります。ありがとうございました、という嬉しいご報告のコメントをいただきました。ありがとうございます。そして80代おめでとうございます。ナイスラウンドです。で、今回はこのご報告と90切りを目指している方たくさんいらっしゃると思うので、この今回いただいたコメントの中にその90切りを目指して頑張っている方々の参考になるワードが出てきているので、それを解説していきたいと思います。まずドライバーのハーフスイング、振り切るのやめて当てて終わりのイメージのスライス球と、この2つですね。これをすることによって OB が1個で済んだと、そしてフェアウェイに置いとけるのが楽だということが分かった。ここ大事です。100が切れました、よし次は90を切ろうと頑張るぞってなると、多くの方がもうちょっと飛ばしたいなって思うわけなんです。これは90切りに限らず、100切り、90切り、80切り、どこでもやっぱりね、距離は出したいな、もうちょっと飛べば楽になるよなって思う方が非常に多いんです。で、私のチャンネルではターゲットが、これね、車の音うるさいからちょっと近づこう。ターゲットが中高年ゴルファーの方になりますので、中高年の皆さんが飛距離を伸ばそうと思ったら、やっぱり体なんですよ。まずは柔軟性がだんだん衰えていく、筋力も衰えていく中で飛距離を伸ばそうっていうのは、まず体変えなきゃ無理なんで、そこは非常にきつい。よっぽど努力しないとダメ、もしくは金かけてクラブに頼るか。ただこのクラブに頼ったとて、そこまでの飛距離アップっていうのはなかなか難しいです。なのでそこじゃなくて、平均飛距離、当たれば飛ぶよ、でも当たんないとチョロするよ、 OB しちゃうよ、じゃスコアにならない。今回コメントいただいたように、ハーフスイングで確実にフェアウェイ、コースの幅の中に打っていくっていうことが、100ギリだろうが90ギリだろうが80ギリだろうが、どのジャンルでも一番大事なことになります。やっぱり最後はパットが大事なんですけど、まずはそのコースの幅の中に打っていかないと始まらないから、ゲームが。で、もう一つ、これも大事なところなんですけれども、ハーフスイングができないのに一生懸命フルスイングを練習したって上手くなりっこないんです。ハーフスイングできないんですよ。例えるならば、足し算引き算まともにできないのに、一生懸命掛け算割り算とかもっと難しい問題を解こうとしてるようなもんなんですよ。なんで小さい振り幅がまともにできないのにフルスイングを一生懸命やるのかなって、私は非常に不思議に思ってるんです、いつも。ここで出てくるのが、私がずっと言ってる
8時4時になるわけですね。まずハーフショットよりも小さいフリーハンは8時4時何もしない、ただこれだけ、ただこれだけ、この小さい振り幅ができないのに、フルスイングで体重がどうだとか、やれ手首がどうだとか、ダウンスイングがとか、フォローがとか、ハンドファーストがとかってやったって何の意味もない。そんなんで上手くなるわけがないね。で実際当然ね、8時4時じゃ飛ばないんで、もうちょっと振らないと今度スコアを作っていく上ではやっぱり最低限の飛距離必要ですから、そうなったところでこの8時4時から行ってフルショハーフショットができればおう、もうそれなりに飛ぶわけですよ。極論言うとドライバーでキャリー150ヤード以上飛ばせればスコアにはなってきます。バックティーとかそういう話じゃないですよ。レギュラーティーでね、キャリーで150ヤード以上飛ばしてライン出て170、180飛んでればもう十分。うわ汚い、真っ黒になっちゃった。なのでこのハーフショットをこうやってねコメントくださった方はハーフスイングで回ってきたっておっしゃってるぐらいだから、それなりにそのハーフショットの振り幅を練習されたと思うんです。でドライバーでそのハーフショットをやると当然他のクラブでのハーフショットも良くなるわけです。クラブ何番だろうがこのハーフショットっていうのは大事ですから。私の場合はアイアンは9番アイアンしか入れてませんけど、このハーフショットをやることで当然アプローチが良くなるわけですよね。逆に言うとアプローチができていれば他のクラブのハーフスイングハーフショットもできるはずなんですよ。ハーフショット、このハーフショットができない、もっと言うと8時4時もまともにできないのにフルスイングでスコア出そうっていうのはこれは無理です。無理なのでね、今回はそういう非常に大事なワードもこのコメントの中に入ってたので、ぜひご動画でご紹介させてくださいということでね、許可をいただいて皆さんにご報告&ご紹介となりました。もちろんね、私の動画見てくださっている方は、あ、俺もやってるよっていう方多いと思いますけれども、またね、そういう、あ、これをやって球児切りできた人がいるんだなとなれば、よし、じゃあ俺も、まだ結果には出てないけど引き続き頑張ろうというね、こうモチベーションアップにつながればいいなと思ってこのような動画を作らせていただきました。ぜひ皆さん、まずは小さい振り幅から、ウエッジだけじゃなくて全てのクラブです、やってみてください。今回も最後までご視聴くださった方ありがとうございました。パーシモンハゲでした。皆様からのコメントお待ちしております。ありがとうございました。